こんにちは。Amazon 輸出サポーター、堀秀夫です。今日は Amazon ビジネス、資金はいくら必要かということについてお話しします。仕入れ資金がなくても稼ぐ方法はあるか。仕入れ資金ゼロの解決方法は、3つあります。まず1番、不用品を販売して種銭を作る。これおすすめです。例えばこれ私が、去年ね、日本に帰って、ちょっといた間に本やら何やら買いやらいろいろ買いました。そういうね、本やカメラ、エトセトラ、アマゾンに納品して売りました。日本のアマゾンに納品して売りました。そしたらね、すぐに10万円ほどの売り上げになったと。わずか2ヶ月ほどの間に買ったもんでね、10万円ですから、案外ね、今まで持ってたもんで、これそういえばなくても大丈夫じゃねっていうのをね、売れば、10万、20万なることが多いです。で、私が、初めてヤフオクに取り組んだとき、ヤフオクゲーム売れんじゃんとかいろいろ売ってたときはね、不用品を売っただけで200万円ほどになりました。妻のバッグやら靴やらね、売っちゃったんで、あれが不用品だったのかっていうとちょっと、なんなんですけど、とにかく、ヤフオクで売ったら200万ほど種銭ができたということがあります。この不用品売るっていうのはね、自分が持ってたものが案外、買った時と大して変わんない値段で売れるなとかね、いや、これはもう、買った時高かったのにね、二束三文でとか売れないよというのがね、わかるんで、一番リスク低く目利きの練習にもなるんでね、これはおすすめです。種銭あった人もやった方がいいぐらいですね。で、二つ目。まずは無在庫で取り組む。ね、無在庫で取り組んで儲けたお金で、FBA にいずれ移行する。全くお勧めできないです。というかね、もう無在庫で儲かるどころか多分売れないです。で、もし、うまい具合に売れたとしてもね、返品されたらどうするのってことですよね。オーストラリアに送ってますんで、返品されてもね、日本まで送ってくれる送料は、これ出品者負担ですから、オーストラリア、日本の商品持っていけば3倍で売れますけど、郵送費も3倍なんでね、全然割に合わないです。しかも、ね、返品されて商品を日本に送ってもらっても、日本では中古はね、格安ですから、日本の送料より安くしか売れません。つまりもう、商品代金プラス送った送料が丸損になります。これ資金がない。ということはもう、仕入れもクレジットカード。っていう可能性高いですよね。カードの支払いもできないとか、そういう事態になりかねないんで、これ無在庫で、まず取り組むっていうのは、絶対お勧めできないです。まして、無在庫で儲けるノウハウを教えてくれるマニュアル買ったりね、無在庫で教えてくれる塾なんか入って、お金使って、無在庫で始める。全くお勧めできないです。もうすぐにアカウント、停止になります。私のサポートもね、マニュアルプラン、手軽なマニュアルプランから、個別フルサポートまでありますけど、仕入れ資金がないんだったら、個別フルサポートでね、無理してサポートを受けるんじゃなくて、もう一番安いマニュアルサポートで、あと仕入れ資金を確保するというのがね、やっぱ稼ぐための近道です。アマゾンは、無在庫じゃ売れません。そうすると、ろくな不用品もないし、ね、無在庫じゃ話にならん。そうするとね、お金がない場合現実的なのは3番、バイトして仕入れ資金を貯めると。これが現実的です。もう在庫でね、売れもしないものをいろいろ比較してるんだったら、もう素直にどっかでバイトして仕入れ資金を貯めた方がいいです。これが現実的です。そもそも、Amazon が儲けやすい理由なんですけど、Amazon の仕組みは FBA を使うから儲けやすい仕組みになっています。そして、ライバルのいないオーストラリアアマゾンは、FBA を使いさえすれば、一人勝ちできる商品がゴロゴロしています。仕入れ資金があって、アマゾンを使うからこそ、アマゾン輸出が稼ぎやすいわけです。ですから、仕入れ資金は必須。じゃあ、いくらだ？ということなんですけど、仕入れ資金、20万円。送料込みで20万円。ね、私のオーストラリアアマゾン輸出サポートでは、仕入れ資金は送料込みで20万円を要してください。これ、目安としては20万円を10等分します。で、2万円ですね。
で、最初に2万円。で、2回目に送るときは、2万円に、まあ、最初に送ったものでの売り上げが入ってきた分をプラスするという形でやればね、売れる商品が増えていけば仕入れ資金はどんどん大きくなる。売れる商品が見つかるまでは仕入れ資金は2万円という形なんでね、リスク少なく、チャレンジできます。で、10回のチャンスでヒット商品を見つければ必ずプラスになります。で、今のオーストラリアね、ちゃんと NG 商品扱っちゃいけない商品を避けて、取り組めば、まあ10回も送れば、ヒット商品は見つかります。そんなわけで、仕入れ資金20万円で一生稼げるスキルが身につくオーストラリアアマゾン輸出マニュアル。